皆様こんにちは、片岡愛之助でござりまする。歌舞伎の基本と魅力を前編後編の2本立てでお伝えする初めての歌舞伎先取りでダイジェスト映像をご覧いただきます。それではこれよりここ京都南座の舞台で実演も交えながら楽しく分かりやすくお話をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。前編では実演も交えながらちょっと知っているだけで歌舞伎が数十倍面白くなる基礎知識を分かりやすくお話しいたします。舞台用語ではお客様からご覧いただきまして右側を上手、左側を下手と呼んでおります。さてバタバタバタという音が鳴っていましたよね。あの音のことをつけと申しまして、役者の動きにアクセント、メリハリをつける歌舞伎独特の効果音の一つでございます。このようなまな板のような平らな板につけ木という2本の木を用いましてつけを打ってくださっています。ではここでツケをふんだんに使った立ち回り、つまり格闘シーンをご覧いただきましょう。ここからは男性が女性の役を演じる女型をご紹介していきましょう。女型の基本姿勢というのをやってもらいましょう。上半身は貝殻骨をくっつけて撫で型にして肩を落とします。そしてお姫様ですので袖を横にします。そしてお客様から斜めになって肩幅を狭く見せます。劇場や舞台機構をさまざまな角度からご紹介。今この動いておりますものをセリと申します。エレベーターのように上がったり下がったりするんですよ。盆やセリはなんと昔の芝居小屋江戸時代に生まれた舞台機構なんですよ。では次にご紹介いたしますのは花道でございます。歌舞伎を上演する劇場の大きな特徴でございます。それでは舞台の下をご覧いただきましょう。あ、下には千次郎さんがおります。後編では菅原伝授手習鏡より車引きをご覧いただきます。普段は見ることができないお化粧や衣装の着付けなど準備の様子からたっぷりお見せいたしますよ。車よらね花面と引き出す桜丸と上を回る。ここに泣くばいざ知らず。一寸なりとごぶなりとやらるるものならやってみろい。Thank you.
初めて歌舞伎を見る方にも、もっと歌舞伎を知りたい方にもお楽しみいただける初めての歌舞伎、どうぞお楽しみに。